では、共通窃盗時計策について稲岡が発表します。今回参考にした書籍がこちらの2冊です。主に左の、書籍を元にして、一部右の緑の書籍を参考にしました。今回の発表内容は、共通窃盗時検索というものがそもそも何なのかっていうのが初めに説明します。で、次にその共通窃盗時検索に用いられるトライというものがあるんですけれども、それについて説明します。そしてそのトライを実装するために、そのテーブルを用いた方法とダブル配列を用いた2つの方法の2つについて説明します。まずはじめに共通窃盗時検索について説明します。共通窃盗時検索とは、文字列と辞書の単語で共通の窃盗時を見つける検索方法です。ただこの説明だとちょっと分かりにくいかもしれないので、ちょっと例を出します。今回この恐縮だという例文があったとき、また辞書として客、教師、恐縮、教主などの辞書があったときに、その文章の頭の部分とこの単語が一致するものを見つけ出すというのが共通窃盗時検索です。上だと、恐縮だの最初の恐の部分がこの辞書の恐だったりとか、上だと恐縮だの最初の恐がその辞書の中の恐にヒットするといったような検索です。この共通窃盗時検索というのは、携帯素解析やカナ漢字変換のシステムに利用されています。カナ漢字変換システムっていうのは、例えばパソコンやスマートフォンなどでこのひらがなを入力してスペースキーを押すと漢字になるといったようなシステムのことです。またキーワードリンク処理というものにも応用されています。で、キーワードリンクっていうものは何なのかっていうのを説明しますと、これはハテナキーワードっていうハテナのサイトなんですけれども、この中で、リンクがいくつか貼ってあるのが分かると思います。例えば Git とかプロジェクトホスティングとか Regs とかインターフェースとかのが貼ってあります。これは自動で貼られているもので、ハテナキーワードに存在するそのキーワードを自動でリンクをつけているというようなことにも利用されています。ただこれをもし共通窃盗時検索を用いなかった場合どうなるかっていうのを説明します。共通窃盗時検索を用いなかった場合は、その文章の中でのあらゆる部分文字列とその辞書を一致を全て確認していく必要があります。例えば先ほどのページだと Git のプロジェクトホスティングサービスっていうのが先頭にあったんですけれども、もしこれを部分文字列に全部出したとすると、全体で231個になります。これを全部その一つ一つ辞書と照らし合わせていくっていうのはすごくちょっと処理的にちょっと重いものになってしまいます。で、なんでこうなるかって言いますと、その入力っていうか元の文章の文字列の長さを N とすると、その部分文字列っていうの数っていうのは、この N2 乗のオーダーになってしまうっていうのが原因です。で、そういった処理を行うのに、適したのが先ほどの言った共通窃盗時検索です。で、共通窃盗時検索を行うにあたって、このトライというデータ構造があります。こちらは、一般的な基構造の枝に、文字がついているのが特徴です。実際に図で説明しますと、このような構造になっています。普通の基構造だと、このイーローハーニっていったノードと、それ以外これが、枝が、ついているんですけども、この枝にトライは ABCD であったり、ABCD っていった文字がついています。これが
体のデータ構造の特徴です。でこちらの、機を使って実際に、ベッドっていうのを、まあ、検索してみるとすると、まずはじめに、ねである E から始まるんですけども、から、ベッドなんで、BED なんで、あの B、B の次に E に行って D に行くっていった、まあ、こんな道筋になります。この道筋の中で通る、ノードが、ハート、チーと O です。で、この中の、ハートチーノのうち、この単語リストで、出てくるのが、チーと O です、まあ、B とベッドという感じになってます。で、まあ、ベッドの入力なんで、まあ、当然、まあ、B も引っかかるということで、まあ、正しく共通接頭辞回、検索ができているというのが分かると思います。では、この先ほどのトライを実際に実装する方法について説明します。一番、まあ、シンプルなのがこのテーブルによる実装の方法になります。先ほどのベッドで説明しますと、あ、すいません、あれ、あ、いいか、まあ、初めに、まあ、E から、E がこのルートだったんで、まあ、B で、そこにはハーがあるので次ハーに行って、で次、まあ、E、ベッドなんで次 E ですね。で、チーとなります。で、チーに行くんで、ここですね。で、ベッドだから最後のじゃあ D で、まあ、D で O っていうふうに、まあ、先ほどと同じような経路を通るようになってます。で、このテーブルの実装なんですけども、検索はまあ非常に早いと、まあ、普通に辿っていくだけなんで早いんですけども、ただ、先ほど、まあ、こう見たら分かる通り、あのこれ今二次元配列でまあ実装できそうなんですけども、その割にはちょっと何もない部分、情報がない部分、この隙間部分がちょっと多いっていうのがありまして、そのせいでメモリ効率がちょっと悪いっていうのになります。先ほどだと、まあ、50個、まあ、二次元配列でまあ50個分確保したんですけども、そのうちの 72% は空白で情報が入っていないっていう、まあ、メモリの効率がまあ良くないいう方法です。で、それを改善する方法として、ダブル配列というものがあります。で、ダブル配列で実装する、どういう実装をするかといいますと、先ほどの二次元配列は、まあ、隙間があったんで、この一列にして、隙間がないように一列にするっていうのが、まあ、ダブル配列の特徴で、そうするためにはこの文字が重ならないように、その移動させてやる、縦に見て、まあ、文字が重ならないように、この先ほどのこの行を横にスライドさせてやるっていう処理を行います。で、ここにあるプラス3とかプラス8とかプラス9っていうのは、その横にずらした量ですね。もともとここ、A ここにあったんで、これがまあ3つ分ずれてここに来たっていう感じですね。これは8個9個6個とで、これをこう上から押しつぶして、まあ、1列にするということで、圧縮っていうか、この隙間のスペースみたいなの、無駄な部分をなくすっていう処理になります。で、当然ながらそのずらした量っていうのが重要なんで、まあ、こういう感じにノードとそのずらした量っていうのを、まあ、こういう一次元のこういう配列で管理します。で、実際にさっきのベッドをもう一回例としてやってみますと、まず、まあ、ルートをですね、ここから始まるんですけども、初めに E なんですけども、まあ、これ1ってあるんで、まあ、1つずれるっていう意味で、まあ、まず1つこっちにずらしてみると、で次に、B なんで、この表に当てはめると、まあ、プラス1っていうふうになるんで、まあ、さらにさっき1ずらしたさらにプラス1すると、まあ、ハーに行くという感じですね。ただこの表が、まあ、まずどっかでできたんだっていう話なんですけど、これは、まあ、先ほどの、まあ、これ見たら分かるんですけども、例えばもっとこの1ずらしただけだと、まあ、ここは、まあ、A の場所なんですね本来。
なんで、まあ、B なんです。 A の隣である必要があるので、まあ、プラス1しちゃうと、まあ、もし、まあ、C だったら同じように、まあ、プラス2しちゃって、 D だったらプラス3しちゃうみたいな感じで、プラス数ごとで、まあ、ABCDE の区別をつけるんですね。で、同様に、さっき、まあ、B なんで次 E ですね。さっきはまあ、ハーに行ったんで、まあ、ハーのところを見ると3になってますね。なんで、まあ、3移動して、かつ、別途 E なんで、まあ、プラス4してやって、さらにプラス4すると、まあ、Cの位置に行くと。ことですね。で、次、まあ、さっきCだったんで Q ですね。で、左から9番目に行って、D なんで3ですね。3、さらにこっちに行くと、まあ、ウォっていう風に出てきて、まあ、さっきと同じ経路をたどっていることが分かると思います。ただこれだと、まあ、今回は、まあ、ベッドだと、まあ、一応正しく動いたんですけど、これだと例えば本来ありえない遷移ってもできてしまうんですね。例えばベッドなんで、E に行った後に、まあ、次は D しかないはずなんですけど、例えばそこで、まあ、A とか B とか C とかっていうのも、まあ、行こうと思えば行けてしまうんですね。例えばこれ今ここがまあ D だったんですけど、そうした場合は C なんで行けてしまうっていうのが、まあ、問題になってしまいます。なんで、行けるところっていうのを、まあ、遷移してもいいところっていうのを入れておく必要があります。これは、チェックっていうのを私作ってあるんですけども、これはそのそれぞれのノード、まあ、E とか RO とか HA のノードの親のノードが何なのかっていうのがこのチェックの方に入っています。こうすることで、例えばさっきのそのベッドの D ですね、 D やるときに、まあ、D じゃなくて B の遷移しようとしても、親は親っていう、あ、そうですね、親のノードはヘであるはずっていう風になって、まあ矛盾するっていうのが起きるので、まあ正しくない遷移が行われようとしているっていうのを確認することができます。で、実際の実装はこれ、まあ配列を2個、まあ1個目の配列2個目の配列ってあるんですけど、だとするとこの色派だと、まあインデックスにならないんで、これをまあ数字に置き換えます。まあ、上にあったやつを、まあ、全部0から順番にして、それに伴ってそのチェックの入ってたあのひらがなも全部数字に置き換えるっていうことを行うことによって、まあ、実際にこの実装が可能になります。で、先ほどのテーブルの方法と、まあ、メモリの使用を比較すると、まあ、先ほどテーブルだと、まあ、50メモリを使ってたんですけども、まあ、実際使ってたのはその中の重量だけだったんですけど、でもうそのダブル配列を使った先の方法だと、まあ、30で済むというですね。まあ、ベースで15、まあ、チェックで、まあ、15で合わせて30で、まあ、削減できているというふうになります。でさっきの例は、まあ、文字の種類が ABCDE しかない、まあ、5個しかなかったんでこれなんですけども、実際日本語だと、まあ、ひらがなだと、まあ、50音あったりしてすごい横に長くなるんで、まあ、実際のはこれよりもさらに、まあ、大きくメモリの、まあ、使用量削減ができるっていう方法であるとなります。で、まあ、以上で発表を終わります。